はい、どうぞ。私はラジオからかすかに聞こえる、声に聞いたとき日本の幸福に気づいた。はい、彼の心情は、天気の風緑に変化します。風緑のように変化しますライクで、その通勤時間に30分かかります。彼にあなたは鉄道模型愛好家ですか。はい、私はそうです。オタですかって言ってね。はい、ランジーは暴力の放棄、の使用放棄した。はい、大雨は、結果としてその土壌の、ずぶ濡れを引き起こした。水浸しだけど、まあいいでしょう。水浸しだ。悪魔は、その角と、分かれた、ひずめで、描かれていました。ひずめと一緒に描かれたね。ひずめを持ってで、すべてのスポーツは内在する危険があります。おい、その、光の少ない、部分が、うん、その池の底に到達します。ごく一部ね。その 100周年の祝いの一部分として、うん、灯火の一連の灯火がその地域上に出された。明かりは灯された。はい、どうぞ。トイフレビンは、彼が、ユニバーシティカレッジオブロンドンに行った時に啓蒙された。よく頑張って覚えましたね。ユニバーシティカレッジオブロンドンで、ね、ユニバーシティカレッジオブロンドンね。はい、彼は、彼の、やり方でやるように期待しているように期待しているようだった。あ、それでいいです。彼女は、ぴったりとした道着を着た舞踏会衣を着ていました。舞踏会衣をグラスを着て。あなたは鉄道模型愛好家ですか。はい、私はそうです。はい、ボリス・ジョンソンは、地図にない海の中にイギリスを、パイロット後悔するとき、うん、後悔するので彼は、うん、北極星が必要です。うん、指針、うん、そう、それも欲しかった。北極星と指針ね。その企業は、その環境 きれい活動に投資、うん、金、お金をなんか投資して、お金をファイナンスする、投資する、うん、それでいいよ。投資していたグリーンファンドに投資した。あ、それでいいよ。うん、それだってます。そのパフォーマンスの最初の日だったので、その全ての俳優と女優たちは心配していました。うん、その事実の予後は完全なる回復でした。はい、その支払いと収入の間の均衡を保つことは難しいです。グリーン、ね、はい、その法律のなんか些細な、違反でさえ深刻に罰せられるでしょう。面白いそうね。そうな。はい、どうぞ。その、自動車産業は、河川の局長があるということは、言い過ぎではありません。誰もそのなんか、食べ物の彼らの配分以上は許可されなかった。うん、彼は、彼の力が、瓶が上、引き続いていくのを感じたことができた。そのパレードはとてもよく組織化されていて、不幸なことなく進んだ。うん、障害なくとか失敗なくとか、ね、うん、事故なくか。ガンジーは、その暴力の使用を放棄した。その調査の、選択的か最良の結果というのは、うん、その大量の街道者たちが私たちの党に対して信頼を 発してくれることです。ちょっとこのマジョリティ用語ちょっといかんな。大部分、まあ、まあそっちね。大部分のとか過半数のにしたかな。何つったかな。大多数のにしたか、うん、大量のごめん、じゃあいいのかな。私はその誰かの、うん、悪い手書きを解読するために椅子に座った。うん、その酸味に対抗するために蜂蜜を加えなさい。うい、彼女は、彼女の息子の他の男から影響を受けやすい年頃に心配しています。うん、公共の場所における、喫煙を禁止した市の条例が制定されました。いなくて制定されました。はい、古代の人間たちは、うん、その神の怒りをなだめるために生贄を捧げた。はい、人気、その人気は、書き始めました。うん、ヒラリー・クリントンさんはその国務長官として大統領に仕えた。うん、その、メロンの皮は、食べることはできません。うん、私たちは、その空港での 9時間の遅れに耐えなければならなかった。うん、私の、
婚約者は田舎で育てられた、武骨な、悪党でした。うん、これよくできたね。さっきもできたアンクースね、武骨なんですね、はい、よくできた、はい。私はそのパーティー地元のなんか、有名人たちと談笑した。その女の子たち、その彼女は、彼女はなんか、私の彼女は彼女の、変化する気まぐれのせいでイタリアの、への私たちの旅行を台無しにした。変化する気まぐれ、変化する。変化する気分の方がいいと思います。私は、その、決定点によって、私はなんか古い、1970年代頃の記念切手を、鑑定してもらった。ゴロのですよ、サーカね。医者と看護師たちは乏しく、治療も乏しいです。十分ではないとか。十分ではないと思うね。はい、5周目。その、携帯電話の小さい機械、スマートフォンやウォークマンのようなものの、プロフュージョン、大量さ、は人々の生活を豊かにします。大量さ、プロフュージョン、まあいいでしょ、プロフュージョン。浸透とか。浸透、たくさんあること、普及、急増。豊富さ。私の父はいつも、そのなんか、彼が誰か話すこと、話す人を持つことができるように、ヒッチハーカーに乗らせます。その、双子は、その、二段ベッドに寝ています。うん、彼は、彼の友達の感情に対するひどい無視を見せた、もし何か間違ったことは私はあなたに個人的説明書にも与えるでしょう。個人的に説明責任を与えるでしょう。責任取れよってことね。はい、責任取らせるぞ。私は、私が彼のプライベートの生活で質問をしたときに彼は私が不適正、無礼だったと考えなかったということを狙います。うん、彼らは、その作物に、殺虫剤を振りかけた。作物に両親たちは彼らの子供たちに責任を植え付けるべきです。私はあなたがそのなんかお金を貯めるためにその仕事を下請け業者に回すことを提案します。はい、日本は、第二次世界大戦の回復期間が必要でした。必要でした。はい、OK です。